説明しよう。ストグラとは仮想都市ロスサントスの一住民として第二の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちは様々な職に就き、キャラクターになりきり生活をしている。そんな町の一人のギャングのお話。え、これさ、これさ、ニトロつけてもらわん？つけてもらえますか？うん、みんなでメカニック行く、メカニック。ニトロつけて、ニトロつけて。よし、じゃあ、俺にフィジカルギフテッドしてくれ。フィジカルギフテッド。いきますよ。何本にします？ 60 分。はい、はい、あ、最大10分って言われました。はぁ、まあ一旦10分でいいや。じゃあ、はい、はい、ブルンブルン。フルカス、フルカスできるっす。ちょっとエンジンとかつけてみる。エンジンスワップできるかまで見ますよ。エンジンスワップしてみる。おい、自由に車椅子。え、でも急がんと10分しかないから。確かに、そうっすね、そうっすね。うん、フィードベースある。え、ちょ、ニトロ吹けたらさ、ちょっと動画撮ってや。あ、いいっすよ。載せました。いや、おお。え、動かれへん、動かれへん。俺なしか、なんかメーターあるもんな、ガソリンの。こんなしかメーター。あ、見えてます。もう見えてる、メーターが。あ、これスピードが足りなさすぎて。あー、うん、あれ、え、ちょっとあれや、ちょっと起きて、して、車とかでチョンってやって。はいはい、ほい、ここ出てるので行ってきます。いいぞ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 。おー、おー、はい、お願いします。あー、むずいむずい、これむずいぞ。え、いける、いけますね、いけるやん。委員長が車椅子ニトロに成功しました。副委員長が、おいしい。ニトロないなった。ニトロないなった。使いすぎちゃった。もっ取ってきますわ、ニトロ。やばいな、これ。ジェニー、まだいるらしいぞ、中。中まだいるらしいぞ。じゃあ、中レスキューしに行ってきますね。ちょっと危ないらしいですよ。いや、彼は現場経験が積みたいらしいですね。あ、なるほど。死ぬとこまで見に行こう。撃たれてからですか？もちろん撃たれてからだ。我々は倒すために持ってるんじゃない、命を守るために持ってるんだ。銃は大穴の真下にダウンタイがいて、今高速エリジ口のスロープを降り切ったところに。ああ、これ高速ロケラン。いや、これ高速助けに行きます。先に手に決められた。まずいですね。ベランがすごくて出れない。俺ら出れないっす。俺ら穴に閉じ込められた。ユニオンの中に、ロケットランチャー撃ったやつは引いたの多分大丈夫だと思うんですけど。車全部行った。すいません、普通になんか犯罪者にロケられた。危ない危ない、みんな逃げて。すいません、助けてください。え、この白衣誰だ？この個人強い。おい、それ、あ、大丈夫。やばいやばい。この個人、犯罪者関係なく命助けるために犯罪者倒す。なんだこいつ。化け物すぎるこいつ。え、ナイスーナイスー。名前ギャングかよ。おい、お前らを助けに来たのに、なんてことするんだ。どこ？ノーリミットだ。個人の紫の髪の毛のやつだ。あれ、オーケー、ぶっ殺すわ。そいつに発砲攻撃かかれ。いいぞ、出していい。もう、うん、あいつは楽しい。見かけたら殺すやつは。ロケランはダメ。なんでだ。ロケランはまだダメ。まだ委員長が帰ってくるまで待て。くそ、
ったら俺は待てんぞ。いやもうお前あれやん、汚ねえ花火だぜって言いたいだけだろお前。ああそうだ、人に向かって言って汚ねえ花火だって言いたいだけだ。ダメだまだだっつっただろお前。ダメだダメだ、あと10時間くらいは待たなきゃダメか。多分副委員長もうこれ発砲許可はありですか。いや、ギャングには撃たれてないんだ厳密に言うと、個人に撃たれて個人は死んだからそれ。あなるほど、うん、あの落ち着け。わかりました。めっちゃやけどしてる。次は合計にしてください。あいついいやつだ。ちょっといい、こんなこと打ち殺した個人だ。赤崎神の個人だ。いいやつだ。おっとなんかおっとなんか個人 VS ピルボックスギャングが。こいつなんか、なんか無差別殺人犯だからなこの紫。そうなんだ。あ、さっき医者とは思えねえ。100回殺していい。お前もこっち来い。うわぁ、どういうこと。もうなんか、もうやりたいことやったやつの価値。それはもはやどういうこと。ああもうほらもう無差別殺人犯だからラム買っちゃってるんだよもう。かわいそうに。起こすだけだこれ。起こすだけか、じゃあ頼んだ頼んだ。刃物で。うん、気分がいいな、無差別殺人犯が死ぬと。なんか、あんな綺麗に俺らーっていうか、俺だけ無事であいつだけ吹き飛ばされることあるんだな。運が応報って本当にあるんだな。あ？これ64で光線中。64で光線了解。これ光線中ね。あのね、一人目の前に警官がいるんよね。これを拾いたくて。で撃たれたから光線中。ぶっ殺した。警官連れて離脱します。はい。護送優先で。強すぎマジで。やーば。よし、頑張った。副委員長、お疲れ様でした。中途報告がございます。ああ、なんでしょう。一旦ですね、個人と我々の見た目が死ぬほど見にくいと。ちょっと委員長いなかった時なんですけれども、うん、警察も撃ち、他のギャングも撃ち、なんなら我々救急隊も撃ち殺すといったような、IQ3 くらいの個人も現れまして。なるほど、まずいです。で、個人というかもう、そういうギミックですね、もう。っていうのもいまして、まあ、警察としても、すぐに撃たないと、我々の命が危ないということで、まあ、我々は大型に行く際、この、紺色の服を着用することを、一旦義務付けました。はい。ああ、なるほど、なるほど。病院内にね、いるときは、もう好きな薄着をしてもらって。なるほど、わかりやすい、ね。はい。まあ、数人からの、要望によりましてですね、自衛手段を、ちょっと導入いたしました。警官を持っている、そして病院に運ばないといけないが、犯罪者に撃たれていると。おー、なるほど。ここを渡らないといけないと、うん、その時は、まあ、最低限その自分の命と警官の命を守るために、うん、まあ、多少の発砲は、自衛手段として許されるであろうと。なるほど。はい、撃たれた時のみ少し、まあ、発砲を許可するといったような体制でやっておりました。素晴らしい、はい、素晴らしいですよ。もう私やめよっかな。やめないで。やめないで。いやもう副委員長がいればもう私いらないまであるから。いやまあただですね、まあ、もう完璧なシステムではなくですね、なんて言いますか、ちょっと前線に出がちな、まあ、例えば八一郎とかだとはね、ボブキャの中まで入り口まで入って、犯人と打ち合いながらこれ拾えるかなみたいな、まあ、それはさすがに拾えないので、まずはね、まずはその他の犯人に撃たれたから撃っていいではなく、まあ、他の犯人に撃たれたから発砲許可は出ているけど、うん、ここの警官を拾えないのであればあなたも撃たないといけませんよといったような、まあ、まず交渉から始めてくださいねと、そう、膠着しているなら交渉から始めてくださいねといったような教育をちょっと、はい、施しましたかね。やっぱり必要なくなっちゃったな私が。なことないですよ、顔ですから病院の。いやもう素晴らしいじゃないですか、病院の顔ですから。2億点満点です。ありがとうございます、毎度毎度。これすっごい倒れてるな、これ行かないとまずいか、これ一旦。
なだれ込まれてた、こっち側まで。なるほどね。見に行ってみます。今国行こうか。何しに来たんだか忘れちゃったし。そこ入ったら多分死ぬぞ今から。え、そうなの？もうなんかすごいことになってた。死んだら助けてね、ハンさん。そうだな、助けよう、死んだ。俺救急じゃないぞ。え、救急じゃなかったかも。え、俺あれ、おじんごっこするときしか箱いけないから。そうだよな、確かに言われてみれば、うん、あ、いつものやつらいるわ、よかった。うん、何の話？え、無線番号間違えてた俺。マジか、誰かプーリンじゃん。パンさんを送局してくんの。あ、ごめん、ほぼ寝てたわ。どうした？ユニオがコメント奪ってきたわ。え、なんか白衣着てたからもう脱いだ。何の格好それ？あんま人いなくてだから。なんだろうな。なんだろうな。あ、いつものコミコミやん。車しまおう。クソどもめ。ちょっと走行車なんですけど。やばい、行きます。またまたロケランで襲撃だ。また2時間だこれ。また2時間行く。あ、俺んちの前断歳時なんだけど。俺んちの前第3時。なんなの、なんなのこれ。おやすみ警察署君。なんだお前。8時半やって。じゃあこの中で、この中で、じゃあどうしようかな。甘いもの持ってるやつ負けにしよう。じゃあゆかりさんから。やめろ。どれジュルジュルジュル、ベロ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 。おい、こいつスーパースター持ってる。仕事放棄して帰るね。車プレート持ってる、かわいいね。はい、次。はい、はい、エビス。はい、エビス。持ってない。本当に？本当に？本当に？おお、本当に？何やってんの？何やってんの？何があった？どうした？誰がやった？誰がやったのこれ？誰がやったこれ？許せねえなこんなもん。はい、エビスの持ち物ベロ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 。許せるか？エビスの持ち物普通。めっちゃ普通。めっちゃ普通。お前今日一日何してたんだ？何してんだ所長。許せねえこれ。はい、ギレンの持ち物もペロペロ。やよせお前。はい、何持ってんの？ベロ。あ、もう見れない。所長。所長荷物検査の仕方すげえやだ。めちゃめちゃやだ。どこだ、オールインか。やっぱ夢か。はあ、だいぶ疲れた夢を見た気がするな。夢じゃない可能性あるしな。うん、夢じゃない可能性ある。何を言ってた君だ。あれ、コスプレか。お、なんかとてもリアルな夢見た気がしてな。個人ごっこ、またいつもの。うん、こーん、いや、そうだよな。着替えよう。やっぱ一回確認しよっか。うん、まあなんかあまりにもリアルすぎて。おはようございます。何してんの。いや、なんかすごく楽しい夢を見てた気がしまして。楽しい夢。うん、なんでそんな病院に就職でもした。やばー。やばー。見て。おい、ふざけんなよこの野郎。何してんだ。じゃあね。ひろなです。知るか。
ちょっと大丈夫ですか、これ治療しないと。あれ、母さんなんでその格好なの、なんでそんなコスプレなの。あ、やっぱコスプレだよな俺。母さん、母さん何やってんすか。副院長じゃないよな。副院長ヨガでもしてるの。いや、ちょっと頭が悪いかもしれない。母さん見ましょうか。うん、ちょっと俺頭悪いかもしれない。頭悪い。うん、頭悪い。いや、100% で元気ですよ、うん、そうか。はい、落ち着きますここ。なんか、でもな、はい、メンタルが擦り切れそうだ。大変そうだったからな、振り回されて。身体も、はい、メンタルも擦り切れそうだった。そうなんですね、うん、でも楽しかったな。はい、みんな助かったと思います。まあまあ、でも夢だよな。はい、うん、なんかちょっとな、楽しい夢見てな、また白衣着てここ来たら同じようになる気がしたんだ。いつでも歓迎しますよ。で、松葉ってこんな長かったっけ、ね、また遊びに来るよ。はい、ありがとうございます。松葉なんてついてたっけ。あ、ゴミ友先輩、あれ松葉はつくよ、起き上がったら。松葉はつくのか、なからんよな。お疲れい。朝さん今みんなで商工店で飯食ってますよ。行くわ。